門前整体光信です。今回の、動画なんですけれどもね、結構ね、話し込んでいる動画で、あまり痛がられていないので、今回は私の解説で聞いて楽しんでいただこうかなと思っております。この方ね、実はね、結構ね、体の身長が158センチぐらいあるのに、30キロ台ぐらいしか体重がない方で、あんまり強く入れられないような感じの方なんですね。なので、今ね、やってて話を聞いしてるんですけども、結構個人的な内容を話しちゃってるので、今回は私の解説動画として、やっていこうかなと思っていきます、思っております。で、今回なんですけれども、ふくらはぎではなくて太ももをやってて、細い人のふくら、太ももってね、ものすごく実は押しにくいんですよ。というのもね、なんていうのかな、自分の指と同じぐらい、腕と同じぐらいの太ももを押さえていくんですけど、すんごい細くて、すんごい押さえるのが怖いんですよね。で、その怖いぐらい細い人をしっかり今ね、でも先生そこ凝ってるから緩めてくださいっていう風な人もね、結構おられます。僕もね、何人も知ってるんですけれども、全力で押さえたりすることもできますけれども、ちょっとこの方の場合はご年齢がいかれてるので、私の方が逆にちょっとね、ビビってしまって、あんまり強く押さえれていない感じなんですね。でもね、実際ね、しっかり押さえてほしいっていう風な方で、体細いけれども芯の奥の方が凝ってて、先生なかなか緩めてもらえないんですっていう方も、実際ね、当店門前整体の方にも何回も来店される方が結構おられますから、細くてもね、ある程度入れてほしいっていう方がいれば、全然ね、気にせず言ってください。私もね、入れられるくらいの力は、入れます。ただね、ちゃんとね、自己責任で来てくださいよ。で、これ見ててもね、かなりね、手を押さえながら入れてるぐらいですからね、結構ね、緩い感じなんですね。でもね、しっかりとね、こういう細い人ほどね、しっかり入れてほしいって方ってね、結構実はいるんですよね。私の知ってる方で、お名前とか言えないので、やっぱりね、細い人ってなんか芯の奥の奥にあるんですね。筋肉のね、なんていうのかな、芯のさらにその奥に凝ってるっていう風な感じで、確かに抑え込んでいくと、その何て言うんですかね、逃げる筋肉の場所があるんですけども、そこをしっかりグイグイグイと抑えると、ああ、やっぱりここが硬いっていうポイントがね、あるんですよ。で、そこのあるポイントをしっかりと緩めてあげると、やっぱりね、ああ先生そこ緩みましたっていう風になります。なので、どんな凝りであったとしても、体型であったとしてもね、結構凝る人はやっぱり凝られますから、その辺をね、しっかりとね、ちょっとね、見てみてもらうと、ちょっとね、分かりやすいかななんて思います。で、今回の人はね、本当にね、細くてちょっとこれが限界かなっていう風な場所までね、入れてるんですけれども、あんまり叫ぶ動画とかではないので、今回ね、せっかく撮りましたから、こうやって私の解説でやってます。で、細い人にね、対してね、よくお伝えすることなんですけれども、やっぱりね、細い人ってね、やっぱりその分、着ぐるみじゃないけれども、筋肉とか、あと脂肪がね、ついてないので、なんていうのかな、体が冷えやすいんですよね。なので、体が冷えやすいので、できたらね、やっぱりね、暖かいズボンとかをね、履いて、足元をしっかり温めてあげるようにしてもらうことっていうのが、やっぱりね、重要だったりします。で、これはね、他のね、この動画を見ているあなたにもね、言えることなんですけれども、絶対にね、足元が冷えてしまって体調が崩れることって、本当によくあることです。私も実は、気候が今これ変わりだした時ぐらいにね、これ音声撮影してるんですけども、やっぱりね、急激に変わる時ってね、もうね、少し早めでもいいから、冬物を着たりとか、秋物を着たりとか、もう寝巻きをすぐに変えて体を温めてあげることっていうのをね、やっぱりしっかりしてあげるとかなり効果的なんですよね。なのでね、細い人でなくても体の足元をね、しっかり温めてあげるってことをね、してあげてくださいね。で、今ね、今からね、またね、お尻の方の説明してやってるんですけどね、今回はね、お尻もこのままね、ついでにね、撮影していこうと思います。で、お尻ね、もうね、やっぱりね、細い人でもやっぱ硬くなりますから、この人ね、やっぱ叫ばないのでね、ほら、ちょっと軽く入れようとするとね、肘で力入れようとするとなかなか入れられないんですよ。そうなんです。
これだいぶ力抜いて、ああ腰痛いっつって腰痛いから指で緩めようっていう風になってますね。やっぱりね、ある程度の体格がないとね、私の門前整体の肘で入れるのもね、なかなか入れられなかったりとかするので、そういう面でね、こういう風にね、しっかりとね、緩めていってあげないとね、指で緩めていったりとかしますね。話戻りますけれども、足のやっぱり冷えがやっぱりね、体の疲れに出たりとか腰痛とかに出たりとかしやすいので、本当にね、今時だったら特にね、奈良県民なんかだったらね、あるんですけれども、冬場にシャカシャカパンツとかってね、おすすめします。家で履く場合だったら。シャカシャカパンツとは何ですかって言ったら、内側がボアで外側がビニールとかナイロンで風を通さない体型のズボンですよね。よく東北の人とかだったらね、二重履きされたりとかするんですけど、奈良ってね、意外とね、二重履きしなかったりするんですよね。二重履きとは何かって言ったら、ズボンの下にパッチを履くってことをあんまりやらない男性とかね、女性の人って結構多かったりします。まあ、女性の人は、ヒートテックとか、まあなんかメリノウールとか着られたりとかする人おられますけど、私がね、こうやってね、口酸っぱくね、メリノウールとか、ヒートテックとかで、足元温めてくださいねっていう風に伝え続けてるので、まあ皆さんね、あ、そう先生パッチ履いて足元温めますよっていう風な方増えてきてくれてますけれども、やっぱりね、足元を温めてあげることでね、体調のね、変化っていうのはものすごく起こってくれます。本当に、ね、今からね、冬になってきますから、冬になってきたらね、足が細い人、まあ普通の人とかでもいいですから、ヒートテックとかね、足元を温めてあげる、私の場合は、モンベルのメリノウールを、着てますけれども、このメリノウールとかを履かないとね、やっぱりね、足元とかってね、かなりね、なんていうのかな、冷えてしまうだけで体調がね、悪くなってしまいますから、それがね、腰痛の原因とか足の冷え性とかいろんな原因になったりとかするので、本当にね、そのね、足元を温めてあげることっていうのをね、やってください。本当にね、口酸っぱく言ってますけれどもね、これが本当になかなかね、できないんですよ。本当にそのできない場所っていうのもね、やっぱりなんていうのかな、タイツをしっかり履いてあげるようにするだけでも、そのなんていうのかな、確かに、ね、洗い物が増えてめんどくさいっていうのはあるんですけれども、それを履くことによってやっぱりね、体調のね、安心感は変わりますからね。で、私もね、実際ね、冬場の寒い時期に パッチを履かずに外出たりとかして、もうひどい目遭いました。足が寒すぎてもうどうしようもなくて、逆に体全身が凍え上がってしまって体調崩したりとかしたことがあるんですね。で、実際ね、山登りした時にね、まあ昔山好きだったんですけれども、山登ってた時に風がさ、標高3000メーターぐらいのとこかな、歩いてたら、歩いてるやつよりも、パッチとメリノウールのタイツとか履いてたけれども、それでも寒くなってしまって、なんていうか低体温症になるんですかね。だからね、ダウンジャケットとかも着てたんですけども、あんまり寒いんでダウンパンツ履いたら、あ、ちょっと体調がおかしくのは元に戻ったっていう経験があったりします。なので、ね、本当にね、そういうふうなことまでしてあげた方がやっぱりね、いいみたいですね。だからね、しっかり足元を温めてあげることっていうのをね、これからね、しっかりね、していってあげてください。本当にね、まあダウンズボンまでは言いませんけれども、部屋でね、もうどこにも誰にも見せない、家の人しか見せないっていうぐらいだったら、ダウンパンツとかね、履くぐらいがちょうどよかったりします。私も実はもう人目気にせない時とか、寒すぎる時とかっていうのはね、ダウンパンツ履いてますそれぐらい履かないとね、もうね、体調がね、安定できませんから、まあ、人目でね、どうしてもね、ちょっとTPO とか、なんか見た目を気にしなきゃいけないとこ時っていうのはね、かっこいいね、ズボンを履くようにしてますけどね、それ以外はね、結構ダウンパンツとか履いたりするようにね、してます。いや、これこの方ね、見ていただいても分かると思いますけど、本当細いんですよ。細いから私のこの力だったら、ほら、怖いから指でしか押さえれない。こんな感じでね、しっかり押さえていくんですけども、これぐらい、こういう風にね、押さえて、あ、先生ここですみたいなね、風に押さえていったりとかもしてるんですよね。で、今押さえてる場所っていうのが、
お尻のね、大臀筋がね、くっついてくる場所ですね。大臀筋の筋肉の起止停止、まあ、筋肉がくっついて止まる場所なんですけれども、この場所をね、しっかりとね、緩めてあげることによって、座骨神経痛とか腰痛、膝痛なんかをね、解消する場所なんですよね。ですからね、ここの場所をね、しっかりとね、緩めてあげるとね、やっぱり効果的にね、緩んでくれます。まあ、ここにね、湿布を貼ってあげることなんていうこともやってあげるだけでも、体がすごく楽になったりとかしますので、やってみてください。あ、そろそろ10分ぐらい、いい感じですね。いつもね、私のナレーションもね、楽しんでいただいてありがとうございます。またね、こういう風な感じでね、悶絶整体の動画を編集していきますので、また楽しみにお待ちください。だいたいね、週1回ぐらいではね、更新していくつもりにしてますので、楽しみにしてください。以上、悶絶整体、みつのぶでした。またね。